ジョジョ園やばいですからね、あれ。僕行ったことないんですよ。夜1万とかしますよ、夜で。最初、うん。これ、あれですね、月最果てだ。月最果てね。でも僕も1回しかないんですよね、ジョジョ。いや、僕が、今まで、うん。その、イメージというか、ジョジョ園っていくらみたいな。はいはいはい、うん。最初、徐々に10万円ぐらいだと思ってました、1人。結構。1人10万円、はい、それはもう、本気で思ってたんですよ。どっかのセレブですね。そう。だから、徐々にって幻のやつなんだなと思ってたんですけど。そんなにはいかないですよ、さすがに。10万って。そう、だからもう、すっごいとんでもないやつ出てくるんじゃないかな。プレステ変えちゃいますよ、3台目は。でも、僕も、正直思ってました。パップさんと行ったのが初めてだったんですけど。ああ、はいはい。これなおさん暑かかっちゃうからな。いや僕小屋ですよ。まあ今の人だってまあちょっとナイス仕事あるから下待機かな。ちょっと女王に粘着厳しいんで解約にします。うん、これ入選なんじゃない、もしかしたら。あー、なるほどね。上いるんだ。あ、上にいる。あ、見失ったかも、ハンター。ラッキー。見失ってます？うん、多分見失ってないですね。見失ってないか。あ、ないか。ないですね。下から見えたかな、今、赤いの。ぶちゃって全部使っちゃいました、下来ちゃって。まあ、自分の引き継ぎ行こうかな。これは救助できますね。お、オッケー。で、まだ鬼没残ってるんですよ、今日ちょっと。うん、大丈夫です。あ、いや。最初に鬼没使うんじゃないかな。あ、ナオさん、ここで治療できますよ。ここ。うん、向かってますよ。おー、はい。早い。判断が早い。さすが。真っ黒コンビだ、僕たち。黒ですね。鏡分耐えてくれれば。沼さん普段黒着てるんですか？いや黒は着ないですかね。ちょっとなんか邪悪なイメージになっちゃうんで、明るめが多いですかね。てかそもそも服着ないですあんま。え、裸で外出てる？違う、そういうことじゃなくて裸じゃないです。すごい裸でとか言いながら救助しちゃってる。外行く機会があんまりなくても本当に決まったのしか着ないです。え、だから裸でなんですか？いや、だからなんで裸なんですか？なんですかね、なんか今日はちょっと寒かったんでニット着ていきました。もうだいたい2着とかしかない。服のバリエーションが少なすぎて。あ、トップショット。今度ナオさん遊びに行った時 あれしましょう、服買いましょう一緒に。あ、いいですね。僕がナオさんの服買って、ナオさんが僕の服買う。ナオさんの服何買おうかな。何買おうかな。あれ、こっち合ってる。あ、ここないか。ちょっと暗号機配置悪いんだ。あった、届いてない。ナイス、単行。ナイス。これ僕も何もすることなく。目標変えた？炭鉱チェイス？いや、どこだろう。1台新規ですね、これ。あ、立て直せる、こっちで。祭祀が。いやー、ここだー。やめてー。こうなんですよ、絶対無理じゃん。じゃあ、立ったらね、まだ良かったけど。でも、沼さんのダンコではもう全然大丈夫ですよ。うん、で、タゲチェンかな。ジョーの月さんはね、もう見立てなくなってる。うぐナオさん背高めでしょ、178cm だから。え、待って、あ、違うよ、ここじゃない。背高めの人って何でも似合っちゃうからずるいですよ、ね、あ、ダメなんだ今の。
背高くて細い人は本当に何でも似合う。何着ても似合う。ずるい。なあ、一回見せれるか。細いと思うんだよ。あーだー、すぐ鬼没打つと思ったのに。アイテムがなくなってしまいました、唯一の。アイテム？ああ、アイテムか。いや、でも全然回ってるんじゃないですかね。でも鬼没吐きましたよ。うん。で、ラストツリーなんですよね、炭鉱さんが。ああ、違う。小屋？小屋上がった？小屋上がりました、今。ナイス、ナイス、ナイス。あとさ、4、3、6ですね。4、3、6割?4、3、6割ですか、あと。あと、あと、うん、うん、4、3、6割。あと、あと4。あと4です。炭鉱がすごいいい粘着してくれてる。もう通電できるかもしれない、これ。炭鉱チェイスですね、今。うん。あー、惜しい。沼さん、救助かな。はい。鬼没入ってるんで、なおさん救助の通電でもいいですよ。僕も、ここいるんですよ、今。あ、オッケーオッケー。じゃあ、一緒に行きましょう。僕だけ救助の。あ、一緒に行きますよ。オッケー。何使ってくれたら欲しいな。まあでも僕ここ一発食らって、ここで、で鏡使うなら使うで全然通電後稼げるから、使わないからさすがに。これ鬼没貯められたくないんですよね。そうですね、沼さん、うん、あれですか。オッケーオッケー、僕のタイミングいいわよ。月さん走れば勝ちだけど。鏡出さないかな、さすがに。あ、出した出した出した。で、椅子から離れる。はい。うん、奥で。一番奥で倒れたんで、多分大丈夫じゃないか。あー、瞬間溜まってる。やばい、ちょっと僕、騎士から入ってるんですよ。祭祀が出て、ロングいけるかな。あ、祭祀追ってる。あ、炭鉱にも、炭鉱持ってるんだ。なるほど、これ沼さんを越しに行かなきゃだ。手を貸して撃てます、ずっと。あ、手を貸して、オッケー。多分ロングありますよね。ロングあるかな。絶対ダウンできないな。大丈夫。鏡回避、鏡回避。ナイス。じゃあ僕こっち開けちゃおうかな。いや、あっち行った方がいいかな。いや、こっち開けちゃおうか。こっち開けちゃおう。よいしょ。これもうナオさんそっち側で耐えてくれれば、こっち3人いるんで。どっこいしょ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 、ソーランソーラン、踊ってくんなかった。あ、ソーランソーラン、どっこいしょどっこいしょ。オッケー、ナイスー、どうぞ。ナイスー。バッド沼さんの配信であれ見に行こうと思った、うん、なんかコメント欄でナオさんって女性、うんっていうコメントがあるんですけど、ちょっとそれに対して回答お願いします。あ、あ、オッケー、コメントしましたよ。あ、してくれました。うん、なおさんは女性ですってどういうことですか。あ、見えた、見える、早いですね、開くの早いですね。いや、まだ変えてなかった。はいはいはい。なおさん、あ、でも女性だと思ったことはないな。でもやっぱ初見の人から見たらというか、奈緒さんの声聞いたらやっぱ女性だと思う人もいるんじゃないですか。あ、すごいすごい、見失ってる見失ってる。虫強い、足跡ないから。正面行きましたよ。ナイス、正面で院内地下です。院内地下だからちょっと運が悪いですね。奈緒さんの声って女性に聞こえるのかな。いや、聞こえないんじゃないですか。まあ、男っぽくはないですけど。男っぽくないって言い方失礼でしょ。ちょっと。いやいやいや。その男っぽいっていうのは、まあ、プリコさんみたいな声になってるんですね。ああ。なおさん、ふわふわしてるじゃないですか。まあ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 。はい、まあ、それは否定はしないですけど。クール系女性。感じの声ではない気がするけど、なんかあのヌイジョさんみたいな声って多分
構クール系だと思うんですよ。なんとなくわかります。わかります。うん、でも女性って思う方もいるんですね。ん？三板洋平、すごい、すごいチェイス持ってる。ナオさんだってチェイス、いつの間に追われてた。よし、僕あのパンダさん女性だと思ってました最初。あ、なんかドッキリみたいにかけられてましたね。そうそう、あれ女性の方ですかって言ったら、はいって言って、完全に僕騙されちゃって、騙されて、あ、女性の方だったんだと思った。普通に男性でした。なんか院内地下なんで、それだけ気をつけて。はい、行きます。ドッキリでいいかな。いや、釣るまで遅延かけようか。これはなおさん、そっどうですか。あ、いいですよ、いいですよ、もちろん。ただ小屋下、あ、小屋下は沼さんに寄せてる。オッケー、ここにいた倒したくんで。中央地下でしたっけ。あ、下ろした、下ろした、うまい。ここナオさん、板倒したくんで。はい。あ、ダメだ、これ短い速球になっちゃう。これちょっともう、あの速球感の粘着の感じでいきましょう。多分球場じゃなくてタックル。小屋の窓枠とかどうです、沼さん。うん、もうちょっと手前来てほしいですね、僕。はい、じゃあここでどうでしょう、ここで。うん、ここで OK。 存在感ためずに。うん、はい、大体1秒 OK。 ナイス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 、これ入る、うまい。ここも全然超えていいんですよ、次。ここも倒した。あと40パンなら全然粘着できます、これ。うん、のダメなんで。うん、うまー。そんなことできるんですか。特殊余計ギター当てドーム。あ、ダメだった。92%、ね、野生で。これ食らってもいいかも、僕。あ、食らってつけましょうか、じゃあ。うん、食らってつけてもいいかも。 OK、 ドーン。うん、小屋ですね。で、小屋下に今ハッチなくて、 T 字か女神のどっちかですね、ハッチ。 T 字か女神。よし、はいはーい、よし、オッケー。何かどっちって言いましたっけ、ハッチ。イージか、あれですね、あの女神、どっちか。はい、すごい、ファミチェイス。T 字か小屋下ですよね。 T 字か、違う、 T 字か女神です。 T 字か女神、 T 字か女神、 T 字か女神ですね。いや、全然聞いてないじゃないですか。いや、もうパンクしますよ、それは。もうこの目赤いハンターに対して、はい、おう